シリーズ飛躍2004、今日はマルチアーティストの女性を紹介します。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。シリーズ飛躍2004、4回目の今日は新しいスタイルのミュージシャンとして活動する女性です。東京在住の中島清美さんはモデル、マンドリン奏者、そして歌手として活躍するマルチアーティストです。マンドリンを携えてライブハウスのステージへ。中島清美、23歳、岩手育ちのアーティストです。お疲れ様です。音楽は楽しいこと以外の何物でもないと言います。ちっちゃい子が赤ちゃんにコロ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 って振るとコロ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 ってなるか、なんかおもちゃあるじゃないですか。それ鳴らすと笑うじゃないですか、喜ぶじゃないですか。あの時の気持ちとあんまり変わらないんですね。清美は若い女性向けの洋服ブランドの専属モデルなどを務め、テレビやラジオでも活動しています。東京で生まれ、小6からはずっと北上で育ちましたが、県立黒沢尻南高校2年の時、音楽の世界を目指すため東京の学校に転入しました。祖父母がいた岩手は彼女のふるさとです。高校なんですけど、私の母校なんですけど、髪の毛濡れたまんまで学校行くともうカチカチに固まって、冬とかね、岩手らしい思い出で、やっぱこう雪の風景マンドリンとの出会いも北上の高校時代。器楽部で全国大会に出ました。マンドリン独特の繊細な音色は心がキュンとするようで好きだと言います。あまり知られていない楽器の魅力を世に広めたいという思いもあります。そうです、あんまマンドリン知らないっていう人に出会うと本当嬉しいんですよ。逆にしめしめみたいな、知らなかったんだろうみたいな。モデル、マンドリン奏者に加え、一昨年インディーズデビューを果たし、憧れだった歌手の仲間入りをして今はメジャーを目指しています。東京を中心にライブにも力を入れています。ピアニストの母親、趣味でトロンボーンを吹く父親、音楽は彼女にとっていつも身近な存在でした。自ら詩も作っていて、思春期に岩手で培われた感性が息づいています。マンドリンを忘れそうになって大慌ての清美。この日はスマップなどにも楽曲を提供する憧れの人、西村雅俊さんとマンドリンで共演です。こうして一緒に共演できることが本当に嬉しくて、人間ってこんなに喜べるんだっていう経験をしました。すごい、本当ですか。マンドリンの第一人者を師に迎えた清美は、さまざまな刺激を受けながら日々成長を続けています。マンドリン、モデル、歌、表現の仕方などそれぞれに学ぶところがあります。
年は心機一転、中島清美改め清美として活動します。今は音楽の幅を広げながら大手からのデビューを目指しています。彼女のスタイルの音楽ってなかなかないと思うので、2004年は期待の星になると思います。9求めるの9 求められる人になりたいんですよ。いろんな人から求められる歌であって、中島清美でになりたい。犬や猫のようにただいるだけで人を幸せにできる存在になりたいと清美は考えています。音楽を聴いた人に優しい気持ちになってもらいたい、アーティストとしての願いです。それにしてもね、はい、マンドリン奏者としてだけなく、すでにもモデルとしても大活躍をしていて、そして歌手としての、なんとかメジャーデビューを目指すということなんですが、これだけの、ね、才能あふれた方ですからね。今後どの方面で、ね、こう羽ばたいていくのか楽しみです。なんか素直そうな人柄が伝わってきましたから、なんかいい形でこう、ね、夢が広がっていきそうです ね。中学高校時代育ったその岩手の土壌というのがおそらく今の、ね、はい、彼女の、アーティストとしての財産になっているんじゃないかなと思います。頑張ってください。ここでコマーシャルです。